ご視聴ありがとうございます。今回は愛知県と岐阜県を走る名古屋鉄道の癖のある構造の駅のご紹介です。ローカル支線の途中駅が変わった構造になった事情を少々話を広げて解説します。ご紹介するのは名鉄竹花線の南宿駅です。カオスで有名な名鉄名古屋のご紹介はまた今度にして特急列車に乗ります。庄内川橋梁や琵琶島分岐点を通過、田んぼの横を爆走し、愛知県と岐阜県の境となる木曽川を渡ると、竹花線の起点、笠松駅はもうすぐです。今通過しているカーブが、2005年に廃止になった東笠松駅があった場所です。笠松駅に到着です。竹花線は、名古屋本線の岐阜方面行きと対面乗り換えができます。路線図では名古屋方面から直通できるように見えますが、実際は線路の伸びる向きが違い、直接乗り入れることができるのは岐阜方面だけです。特別車2両を含む6両編成の特急から乗り換えるのは2両編成の普通列車です。ちなみに今映っている編成は2017年に落成した同じ形式の中では最も新しい編成です。この路線では早朝と深夜に名古屋本線と直通する列車がある以外、線内折り返し列車のみとなります。各駅のホームは4両対応ですが、ラッシュ時以外は2両編成の列車が行き交う、のどかな路線です。このように、スプリングポイントが見られる駅もあります。まもなく、南宿駅に到着です。この駅では、列車の交換が行われます。竹花線は駅部以外単線で、基本的に交換可能な駅すべてで交換が行われます。私が乗ってきた列車が発車した後でホームを見ても、特に変わったところはなさそうです。2面2線の、よくある構造の駅です。駅舎に入ってみます。改札機は1台のみ。小さくまとまった設備ですが、精算機などの機械も特に変わったところはありません。私はこの日、IC カードではなく、直式の切符を使いました。ホームから駅舎まで、普通の駅といった様子ですが、実はこの駅の特殊さは、反対側のホームにあるのです。駅の横にある踏切を渡ります。先ほどのカットにも映っていたこの踏切は、構内踏切ではなく、改札外の踏切です。ホームへの入り口には、目立つ色の看板が、ホーム中央に設置の改札機をご利用ください。そう、先ほどのホームとは異なり、改札外の踏切から、直でホームに入れるのです。というわけで、そのままホームに入ってみましょう。スロープは幅が狭く、車椅子などで利用するには傾斜も急です。左手には、何やら大きな看板が並んでいます。そして正面には、このホームの駅舎があります。駅舎もあまり幅がなさそうなので、その構造が気になるところです。奥の方には、入場用改札機をご利用ください、という文言と、出場用改札機をご利用ください、という文言が見えます。駅舎の中を覗いてみるとこの通り。ここを通ると改札内となりますが、ホームを通れば行き来ができる、得意な構造です。改札機が1台だけなのは反対側の駅舎と同じですが、その構造は、まさしくシュールそのものです。反対側から見ても同じです。普通の駅と同じく、どちら側から改札を通るかによって、入場、出場を区別しているため、手前と奥が、それぞれ入場用、出場用と区別されています。目立つ色で分けられていますが、改札機本体がどちらとも異なる色で塗られているのが、少し惜しいところです。あえて言うまでもありませんが、このような特殊な構造になったのは、駅舎の設置に必要な土地がなかったためです。この駅舎は、2007年に反対側の駅舎と合わせて建設されたものです。ホームに至るスロープは幅が狭く、すぐ横には民家があるため、この辺りには駅舎は作れません。ホームの奥の方も、道路の横に水路があったり、アクセスに難があるため、反対側のような形態の駅舎は断念したようです。ちなみに、開業当時は反対側に駅舎があったそうです。ホームの形状からして、構内踏切もあったと思われますが、ホームを延伸した結果、現在では両隣の踏切との距離がとても短くなっています。こちら側の傾斜のきついスロープも、土地の制約のために改修の余地がなかったようです。反対側の駅舎が、距離を長くとって傾斜を緩やかにしているのとは対照的です。変わった構造の駅舎だけでなく、土地の制約は、このような場所にも影響しているのです。このような変わった構造のため、利用方法に関する案内が、こちら側のホームの至るところに設置されています。出場用改札機の横には、このような巨大看板も用意されています。この手の案内は、反対側の駅舎の横にも設置されています。
ただし、この駅は観光客が押し寄せるような駅ではありません。普段から利用する乗客が大半な割に、なんだか大げさな感じが漂います。これだけの数の看板が設置された理由は定かではありませんが、それを推測することは可能です。そのヒントになりそうなものが、この駅の券売機にあります。機械はそれぞれ異なるタイプですが、ある共通点があるのです。操作してみるとわかります。左下の、お得な切符、入場券等のボタンを押してみます。すると、フリー切符が表示されるのに、入場券のボタンには表示が出ません。反対側の券売機も同じです。普通の切符のボタンはランプがついていますが、入場券の部分だけはついていません。現金を入れても、ランプはつかないままです。券売機で入場券が買えないのは、一つ隣にある、塚駅でも同じです。南宿駅、ひいてはあの駅舎だけではないのです。これらは、竹花線の現状にも関わる内容です。竹花線の歴史は古く、今年で開業100周年を迎えます。記念系統板を掲げた車両が運行されており、記念入場券も販売されています。一方、愛知県内を通らず、名古屋方面との直通もないため、名鉄の中でも利用客の少ない路線の一つです。日中2両編成、15分間隔、利用状況は決して芳しいとは言えません。こうした線区などの合理化を目的に名鉄が導入したのが、駅集中管理システムです。駅に券売機や改札機を設置し、ホーム上での検察や運賃の収受をなくすと同時に、駅に設置されたインターホンを通して近隣とつなぐことで、乗客の利便性確保と、会社側のコスト削減を図るものです。竹花線の場合、起点の笠松と、途中の橋間市役所前を除き、全駅にこのシステムが導入されています。実は私、この先の江平駅で改札機に切符が詰まり、係員に対応してもらうことになりました。係員は営業列車でやってくるので、それ相応の時間がかかります。機械で全て解決するわけではないですが、名鉄の場合、そうも言っていられない事情があるのです。竹花線は、2001年に、江平、大須間が廃線となっています。当時の営業キロのうち、実に4割に当たる長さです。江平駅の構内には、左側に伸びる竹花線の廃線跡が残っており、ホーム途中の0キロポストとともに、路線の成り立ちと歴史を感じさせます。路線図に2つの路線名が書かれているのは、終端の1区間が、端間線として後から開業したためです。また、名鉄では、運賃計算にあたり、路線ごとに所定の係数を掛け合わせた営業キロを用いています。竹花線の運賃計算区分は、3種類の中で一番係数が大きい、C の区分。ローカル支線も多い名鉄ですが、この区分に属する路線を見ると、竹花線を取り巻く状況がよくわかります。駅集中管理システムは、名鉄が全線規模で推し進めていただけに、この駅だけ例外扱いもできません。そのため、システムに必要な設備を設けつつ、土地の制約のため、改札内外が明確に分離されない、いびつなレイアウトとなったのです。このレイアウトは改札を通過しなくても乗り降りができますが、入出場を忘れると、後の処理に長い時間がかかります。それでは効率化にならないので、看板で注意喚起しているようです。その一方、駅構内にはこのようなポスターも貼られており、不正乗車による逸失利益の大きさが伺えます。実は券売機の横には、このような貼り紙もあるのです。券売機で入場券が購入できなかったのも、キセルなどに悪用されるリスクが高いからかもしれません。この駅の癖のある構造と、その背景が分かったところで、次の目的地へ行きましょう。ご視聴ありがとうございました。